シーダー橋、シーダー橋、英語、シダーカバードブリッジは、アイオワ州マディソン郡にある木製の屋根付け橋、二度放火により消失し、現在は三代目の橋となっている。初代の橋は1883年に建設され、1921年に移転し、1976年にアメリカが衆国国家歴史登録財に指定された。この橋は、 1995年の映画、マディソン軍の橋の撮影で使われた。2002年に放火により消失し、2代目の橋が2004年に再建された。この2代目の橋も2017年4月15日に放火により破壊され、2019年10月に3代目の橋が建設された。1883年にハービー・ピー・ジョーンズにより建設された。 橋の長さは24メートル。この橋の写真は小説マディソン軍の橋の表紙に使用された。1976年にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。2002年9月3日に放火によって破壊され、2002年10月18日にアメリカ合衆国国家歴史登録罪から削除された。消失した橋は19世紀当時の技術で再建され、 2004年10月に完成した。2017年4月15日、2代目の柱は再び放火により破壊された。2017年4月19日までに18歳と17歳の少年が逮捕され、1度目の放火の罪で起訴された。2017年5月に19歳の少年が逮捕され、2度目の放火の罪で起訴された。2018年4月、 18歳の少年に対し5年間の保護観察、1000ドルの罰金、裁判所の費用、焼けた橋の賠償が言い渡された。17歳の少年には5年間の保護観察と10年間の禁固刑が言い渡された。19歳の少年は放火の事実を認め、5年間の保護観察と橋の再建費用の賠償の判決を受けた。町は再び橋を再建し、2019年10月の 毎年恒例のカバードブリッジフェスティバルの期間中に橋の通行を再開した。ナショナルパークサービス。ナショナルレジスターインフォメーションシステム。ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズ。ナショナルパークサービス。2020年10月12日。閲覧。ウィークリーリストオブアクションズテイクン。オンプロパティーズ。10、14、02スルー10、18、02。ナショナルパークサービス。 2012年3月20日、閲覧。National Register of Historic Places Annual Listing of Historic Properties Federal Register U.S. Government Printing Office P74702012 年3月20日、閲覧。Holden, Gregg, Zapp, Claver, S Guide to the Midwest A Literary Tour クレレシープレス、ISBN 9長7815億7860万3145、https コロンスラッシュスラッシュ books.google.com スラッシュ books、id イコール5クレシリットル22、rkgc ハットヘルメン、ポール t、ヒストリカルガッザァピールオブザユナイテッドステーツ、テーラーフランシス、 ISBN 9兆7 8 0百二億399万 7000.https コロンスラッシュスラッシュブックスドット g ーグルドットスラッシュブックス。A イコール O 4トン MT 七ナヌオージックポイドゥアンド .ID イコール EQ R 4 O 2リットル3 NEC アンド DQ イコールシーダーブリッジ252 C マディソンカウンティアンド .Q イコールシーダーブリッジ V イコールスニピットアンド Q イコールシーダー2520ブリッジ &F イコールフォルスハット Y マイクザグレートアイオワツーリングブック27スペクタキュラーオートツアーズビッグアースパブリッシング ISBN 9長7819億3159万9351 https://books.google.com/books id="cfmibre", 肉塾 -hatab, シダーカバードブリッジ .cedarcoveredbridge.com2012 年3月20日閲覧インク、産経デジタルマディソン群の橋消失放火の可能性アイオワ州。三景フォト。産経新聞社。 2020年9月11日閲覧。ありがとうございます。